www.poiニュース.idから放送をお聞きください。アメリカ軍はスエズ運河で完全な交通渋滞を引き起こした送電の支援を自動で送り込んでいて、エジプトの支援中準備をしていると言いました。ホワイトハウス報道官のジム・サッチはアメリカがエジプト当局に支援を提供していることを明らかにしました。サッチ氏はホワイトハウスはエジプトに Thank you.
Thank you.